はい、付着終わりです。それでは今から 130g のボールを 100cm 1ミトから落下試験を行います。1、2、3。液晶に問題がないです。今からはアクリシートを除去してから落下試験を行います。はい、性能にも問題ないです。はい、アクリシートを除去してからさっきと同じく落下試験を行います。1、2、3。液晶を見ますとガラスが割れています。作動はできるんですけれども、液晶が壊れています。今までハイポラエプスアクリシートの落下試験でした。ありがとうございます。